横にスーパーカがいるけれど、その前で変態行為をするエダチャンネル。埼玉スタジアム。寒いね。埼玉スタジアムに来たよ。なんかね、横でスーパーカー、なんか自前のスーパーカーがなんかめっちゃ撮影してますね。なんかアイドリングがうるさいね。今日も見て、お天気変じゃない？すっごく。ねえ、なんかここだけなんですよ。ほら、こんな天気いいのにね。今日はね、ちょっとね、ここで飛ぼうかなと思ったけども、案外近いな、スーパーカーと。ここで、ちょっとね、こう正面でさ、飛べたらいいなと思って、来ております。見て、ほら、なんかいちいち可愛いの。いちいち可愛い。うわ、寒い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 。じゃあ今日はね、ここで飛んでいこうと思います。待ってはいるんだけどね、もしかするとね、なんか自分の車のね、何かを紹介してブロガーなのか、ずっとなんか撮りまくってるね、自分の愛車をね。なので、横に三脚を置いて、やろうと思います。そうすると私、逆に何してるか見えないと思うので、ヒュンヒュンなんかやってるなっていうのは見えるんだけど、ここに置いちゃうとね、もろ、私の変態行為が、お兄さんに丸見えなのでね、車の前。なので、こっち側の横に、ちょっと大型三脚を置いて、で、埼玉スタジアムに向けて、飛ぼうと思います。今ね、三脚で出そうかなと思ったらね、スーパーカーいなくなった。なので、ここで飛ぼうと思うんだけど、今ね、すごい風が吹いてきちゃった。このぐらいがちょうどいいかな。よし。ねえ、カメラ倒れないようにします。しないとね、このぐらいがちょうどいいね。ここで。今日は、ちょっとドカタの、どうせ、私の声はいいでしょ、別に。っていうことで、めちゃくちゃ寒いんだけど、車の中にカメラをセットして、で、飛びたいと思います。すっごい寒い。
現在地の気温7度嘘体感5度嘘すっごい寒い飛んでるともうね3度ぐらいのね感じですはい足して100飛べたということではい許してください前回続き、前回ニトリにね、行ってきたんだけど、今日はね、この埼玉スタジアムの後ろに、多分今もそうかな、日本一大きいのかなって言われてる、なんかカインズホーム、ホームセンターですね。そこにまた今日も行ってこようと思います。いい運動になるんだよ、大きすぎてね。はい、じゃあそういうことで、はい、ありがとうございました。埼玉スタジアムからお送りしました。じゃあね、バイバイ。寒かった。